ここは色を重ねて質感を表現。こんな感じかな。これで大体できたから、あとは。よし、全体を確認して細かいところを整えていこう。前に雪平先生から指摘を受けたところは意識して直したし、今回こそ。はい。やっぱり雪平先生、厳しいな。でも、言ってることは納得できる。今回の好評をちゃんと活かしていかないと。公表のことで悩んでたりする？あ、うん。技術的なところはわかるし、直せると思うんだけど、魅力がないって、どういうことなんだろう。確かに、今日の絵はちょっと生き生きしてない感じがしちゃったかも。なんていうか、えなちゃんの絵はいつも私を見てって言ってるような感じがするんだけど、今日はそういうのがなくて。構図がいまいちなのかな。でもそこは褒められたはずなんだけど。あ、あれって初心者向けの絵画教室だっけ？最近できたっていう。うん。先生が明るくて優しいから、子供に人気なんだって。へえ、私たちのところとは随分雰囲気違うね。みんな、楽しそうだね。ほんとにね。必死にデッサンとかやってるこっちとは大違いっていうか。あれ？ねえ、双葉、あの子、先週も絵画教室の前にいなかった？あ、そういえば、前に見かけた時も、なんだか深刻そうな顔してたね。あそこにいるってことは、絵画教室に興味があるのかな？入るの、迷ってるのかな？まあ確かに、絵を描くのって結構気力いるしね。初心者向け絵画教室、お子様からご年配の方までどうぞ。こういうところに通えば、私でもちょっとは上手くなれるのかな。でも、どうしよう。
絵画教室に入ったら、なんとかなるかもしれないって思ったけど。きっと3歳の子より、私の絵の方が下手だし、みんなに笑われちゃうだろうな。もう時間だし、宵崎さんの家に行かなくちゃ。あとは煮込めば出来上がりだね。今日依頼されてるのは作り置きだけだけど、宵崎さんはまだ作業中みたいだし、軽くお掃除してようかな。冷蔵庫の中はこの前したから、今日は、はあ、動いてれば気が紛れるかもって思ったけど、ダメみたい。幼稚園の絵、どうしよう。うまく描けなかったら、小さい子たちをがっかりさせちゃうかも。望月さん？うわ！あ、宵崎さん！作業してたんじゃ。今一段落したんだ。それより、なんだか元気ないね。何かあったの？あ、すみません。心配かけてしまって。全然大丈夫だよ。望月さんにはいつもお世話になってるし、私にできることがあれば、何でも言ってほしいな。宵崎さん。ありがとうございます。じゃあ、聞いてもらってもいいですか？